ひなチャンネル。今日は小市民シリーズ3話反応会ね。意外と幼いさんが切れやすくて面白い回だったな。目が据わってて本気でぶち切れていたよね。そんな切れた幼いを見た実況民の反応に行きましょうか。それではみんなの反応どうぞ。今日は福水盆に帰らずですね。今週も開幕沼アニメーション大宮さんお当番嬉し。ゆっちゃん沼アニメーションコールからの開幕通常 OPOP 3話始まった。 OP 最高すぎる。ちっちゃい子。小市民シリーズにおいて自転車は最後まで冬季限定まで重要な役割を果たしますね。光が美しい、素晴らしい OP。 ひまりちゃんより先にあの主様の方が最終回を迎えるの確定っぽいですが、ハンプテダンプテ福水盆に帰らず試験監督反射メガネ。びっくり顔かわいいね。びっくり幼いさんかわいい。幼いさんの動き安定にかわいい。小鳩くんの実家和菓子店が登場しただと。幼いさんに付き合うだと。サブ隊回収。ここの聖地どこやろな。そういやパクられてたよな。ベレー帽めっちゃ萌えあるな。ケーキバイキングが1500円って本当にこれがギフ物価なのですか。久々にケーキバイキング行きてぇな。出た断絶構図。ざく切り音にこだわる。幼いさんお帽子取らないの。おこな幼いさんかわいい。ガラスのせいにするな。うにゃうにゃ放送開始始まりましたのです。ベレー帽さんおかわいいのです。こんなウィスパーボイスで常時喋る男が小市民に本当になりたいのか。ポリペプチドは結構声優泣かせの単語では。当分摂取したくなっちゃった。シフォンケーキ作が椅子のデカさにしか目がいかなかった。掃除用具入れに入ってた花瓶が割れた。怒ってる幼いさんも可愛いな。ガラスが割れたの掃除用具入れの中で花瓶が水もこぼれた。モノローグなしででうなれ会話もキャンセルか。幼いさんの私服いいね可愛い。画面分割的な演出手法が印象深い。送ったよ。返事がなかったけど。スマホ、学校だ。悲しくなると幼いさんは甘いものが食べたくなる。スマホを忘れたばっかりに。ペプチターでガシャーン。お酒はお酒は。いや食ってから行けよ。モンブランクはないんかい。モンブラン食ってけよ。これで付き合ってないってマジかよ。小鳩くん、リコーダー舐めちゃダメだよ。ついでの推理が始まったぞ。また推理してる。今日の謎は割れた花瓶。これモンブラン食われてない。モンブランなくなってる。なくなってるやんけ。モンブランは消えた。幼いさんの横顔美しい。一定量の水、まあ見ちゃうよね。犯人はその一瞬の隙を狙って生物のテスト矢印生き物としての自然な行動。一人勝ち目してる人いて草。ほら、普通の反応だぞ。よそ見するなは無理だって先生。無理があるやろう。なるほど、こんなカンニング方法があるのか。何度でも割れる。誰かに罪をなすりつけようとした。汎用性。カンニングしておいて事情あんの。う、割れた花瓶さんはもうまだ食うんだ。まだ食うんかい。自動車学校のところ珍しく地図との整合性が取れてなかった。いい日だったな。あの人じゃん。タルトの恨み切れてます。小市民だからこそテストの一問くらいにこだわるのでは。激おこ幼いさん。幼いさんちょっと血の気多い。自転車の柵がすごいリアリティあったな。いちごタルトの恨みは重い。よきべさんの盗難事件。これやっぱ生活指導の先生さ。自転車見つかったって。いろいろ調べた。幼いさんも幼いさんで変だよな。幼いさん、自転車の止め方がアキラの金田でした。う、貴重な自転車が。うわぁ、自転車がかわいそう。理不尽ですね。自転車が無残な姿に。坂上のせいの時、自転車引いてくとかどんだけ脇見運転してたんや。岐阜県って自転車盗難してポイ捨てするの流行っているの。チッパチャップス。キャンディをパッと口に入れるシーン激萌え。それは貴様のせいだ。さあ見えてまいりました。小市民という川の中の狼が、チェーンくんが。クソすぎない。盗んだチャリンコを捨てて走り出す。暴力団の拠点か。シネスコのおかげで気象警報回避。なんだか血のりみたいな警報シリーズ。幼いさん怒ってる。私冷静。相当怒ってるな幼いさん。雨幼いさん。タクシーに乗れるほど余裕があるとはうえう。推理が小鳩くん、情報が幼いさんって感じ。1話でパクられたチャリが3話で再登場してどうなるよっていう。さすがにどこかわからねえ。チャリパクするやつが免許取るかね。いっそバイクも盗品や。岐阜薬科大もロケ地なのかな。本当かい。俺が同じ目にあったらきっと泣くぜ。戻ってきた戻ってきたか。もうすぐ。自動車学校はそれぞれ個性があるんだからそっちを選んだって普通。自動車学校のバスだ。自動車学校のバス遅れたんか。坂上ほんとクソ野郎だな。ここまで来たらな。背景の自動車学校意味あったのか。このセリフに怨念がこもってそう。幼いさん冷静にね。幼いさんがだんだんと食べ物の恨み。俺も幼いさんを乗り捨てたい。終わりじゃない始まりだ。食べ物の恨みは怖いですよ。食べ物の恨みは恐ろしい怖い。
おさない。待て。ひえ、おっと、これはおさこわですね。ねえ、小鳩くん、こういうのってどう思う？すぐなってもらわないと。スイッチが切り替わったな。小市民は瞬間移動できるらしい。また説教だ。報いは受けてもらう必ずな。復讐の女神モードのヨウミヤさんは素晴らしい。おさないさん、怒りがふつふつと湧き上がって沸騰するタイプか。おさないさんの強キャラオーラがすごい。小市民道は厳しいのだ。すぐなってもらわないと。おさないさんブチギレモードきた。小市民にとって一番大事なもの、なんで目指しているのかはだんだんわかってくるのか。小市民になるって約束したんだろう。おさない、主流財産の保全なら仕方ない。名取さなのおさないさん、どうなっとりますか？そんな雰囲気で主流財産の保全言うなう。ケーキと自転車にはお金がかかっているからね。さすがに被害者に我慢を求めるのはどうだろう。すぐなってもらわないと橋の真ん中、先に進むか、元に戻るか。おさないさん、怖いよ。小市民だから泣き寝入りではなく主流財産の保全に解釈変更。おさないさんを抑え込むための同盟。もしかして小鳩くんよりおさないさんの方がヤバいのかな。食い物の恨みは怖い。あくまで目指す小市民であって、現状この子らは小市民じゃないのよね。あ、牛乳パックを直で温めた人。牛乳をパックごとレンチンして冷蔵庫に入れるやべえやつだ。牛乳パックレンチンするイカレ野郎だ。全体的に映像で保管できるところを喋らないから早く感じるね。何しでかすかわからんぞ。大枠は用心棒。でもおさないさんの頼みじゃない。ちゃんと話聞いてくれてありがとう。剣を好きだった。おさないさんが危険とは言ってない。余計なおせっかいをして嫌がられたってやつか。めっちゃ引き込まれて実況できませんでした。いちごタルトの剣そのものにも憤りを感じていたと思うけど、そこから起こることすべて繋がっていて、それが今回のトリガーになったという。言ってみたいセリフだう。一生懸命を簡単に口を挟まれるとかな。小鳩くん、初めて感情が大きく出た。確かにおせっかいって取られることのが多そう。前も今も中二病だぞ。昔首突っ込みすぎて疎まれた小鳩くん、だから小市民になることを望んだと。それはそう。剣をいいやつだな。小鳩くんは今まで何があったのか気になる。次回は放送休みです。さて、暴走している復讐者を止められるか。いや、本当にこの剣吾は素晴らしい。20年間いまいち確立しきれなかった堂島剣吾像が、このアニメ版堂島剣吾でビタッと決まった。これならこの古式ゆかしい堅物さにして、高校生で彼女ができるのも納得できる。え、電話でないってことはもう復讐しに行ったのかな。今週は一気に進んだね。おさないさんの感情がたくさん出た。実写いびきた。僕が思うに、答えは次週。3話もめちゃくちゃ面白かった。次回で春が終わるのか。残り全部夏。僕が思うに、これは推理の連鎖で肩がつく。聞けた。これは3話で原作未読でも楽しめる話が来たんじゃねえの。ギリギリだろまだ。これは推理の連鎖で肩がつくで鳥肌立った。待ってましたって感じで、やっぱりここで切れるって思ってた通りの場所だった。僕が思うに、これは推理の連鎖で肩がつく。論理の旋律は必ず真実を示す奏でる。推理作品に登場する決めセリフは作品が閉まる。改めて見ると結構強めに赤いな。小市民の続きが見たすぎて夜も眠れない。あとここのシーン写真だけでもいいけど、声がつくと印象めっちゃ変わるね。原作読んだ人はおさないさんのブチギレ待ってたと思う。やっと小市民シリーズ始まったなって感じ。みんなの反応はここまでです。これからおさないさんの復讐が始まるってことになるんかな。この作品って復讐ものなの？推理ものじゃないの？このまま進むと復讐もののような気がする。どの道めっちゃ楽しみだわ。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。